おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、今日は早かのじゃなくてあやさんですね。はい、あやさんの修学旅行のお菓子買いに来ました。はい、じゃあ300円まで行ってきてください。母ちゃんのお菓子いるの？母ちゃんのお菓子いる。じゃあマスクはめていきましょう。はい、レッツゴー。あった。以上で本当にいいですか？はい。ん？本当？待って待って。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。カノレジ。今日は修学旅行のパッキング動画になります。はい。パッキングをする前にあやさんの前回の動画でいろいろコメントいただいたんです。お小遣いに関しては4000円妥当じゃないかっていうご意見でした。実際今年修学旅行行ったよ行かないよっていうのをね、全部集めてみたんですけど、9割の方宿泊でお出かけしてます。いいなぁ。はい、あと1割はなくなりましたっていうお話でした。行くか行かないかのどちらかに偏ってました。前の動画でもちょっとテロップ入れさせてもらったんですけど、あやさんの下の学年は宿泊研修5年生の子ね、行ける？そうですらしいです。去年あやさんたち行けなくて残念だなって言ってたのを行くそうです。で、あやさんたちもひょっとしたらあと1ヶ月2ヶ月ずれ込んでたら宿泊旅行に行けたかもしれない。瀬戸際で今回は日帰り旅行になりました。じゃああやさん、はい、日帰り旅行に持ってくカバンはどれですか？はい、日帰りに持ってくカバンはこちらです。はい、あのちょっとやかましい柄になりますがスヌーピーのカバンになります。はい、なんかすごい頭してるけどな。はい、じゃあこちらにパッキングしていきたいと思います。はい、迫ってはいるんですけど実際的にはまだ5日間ぐらいあるんだよね、旅行行くまでに。なので入れられるものと入れられないものがあるんですけど、今の時点で入れられるものを入れてってもらおうと思います。はい、カバンの中に入れないといけないものはしおり、はい、これまだ入れられません。筆記用具まだ入れられません。家庭科で使ったナップサック、これもまだ入れられません。ハンカチ、はい、ハンカチです。ティッシュ、はい、で水筒はまだ入れられません。次、雨具、はい、傘ですね。で社会見学の時用に買ったやつだね。よくありました。ちなみにハヤはありません。まだ赤ちゃんを取るよ。あ、かんちゃん買ったもんね、誕生日の時な。でも今まで一回も使ってません。ビニール袋数枚、はい、数枚、はい、はい、エコバッグなぜか2つ、 B5 のクリアホルダー、これは学校から支給のやつだよね、はい、なのでまだ入れられません。で時計は、これは時計係の子だけで、薬、酔い止めなどはあやさんは必要ないです。ありません。はい、で次、上着、薄手のもの、はい、寒い時用にね、はい、まあ寒い時なんか絶対ないと思いますが、レクに必要なもの、はい、なんかタイマー進んでますけど切っといてくださいね。それ何ですか？100均で買ったカエルちゃんの件。はい、タイマーですね。もうそれだけなんだよね。うん、はい、あ、それだけ。あ、はい、わかった。いやー、待って、まだ一番重要なもん。何、一番重要な何？マネー。はい、お財布。ね、違うって、中身ちょうだい。あ、中身、はい、ほらほら、じゃーん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 、くしゃみが出てきてやっぱね。あの、鹿買いといた、ちゃんと。これ鹿？ええ、鹿やろ、鹿やろ、どう見ても。え、そうやろ、鹿やろ。しかに無事帰るにバスに一応お小遣いっぽくお金を書いてみました。こちらお小遣いになりますのでしまってください。4000円。お土産を買う前に喉渇いてお茶買う時に千円札ではやっぱ入れづらいので、ちょっと端数で500円ほど入れます。はい、4000円程度なので4550円だったら
5000円程度なので、はい、ちょっと入れといてもらいます。以上で本当にいいですか？はい。本当？あなたお金しか頭なかったけど大丈夫？こんなに入ってある。書いてあるよ。タイマー入れてるの。おやつ。あなたが入れてないものありますよね。はい。何ですか？おやつです。はい、おやつです。おやつ何を買ってきたか教えてください。はい。お菓子ね、どんなものがいいんですかねとか言って、それも聞いてたんだよね。そしたらジップロックみたいなやつに入れていくとか、駄菓子系をいっぱい買ってくって言ってたんですけど。ゴミはね持ち帰りなんですよね、はい、なのであんまり細かくしすぎると困るし、大きいとカバンに入らないしってことで、結局自分が食べたいものを買いました。じゃあハガリラスクです。ヤングドーナツチョコチップクッキーです。どんだけ口をパサパサにさせたいんですかね。ではこちらパックンジョです。はい、お次はポンコメバーです。ラストはヒヒエコです。10円ガムですね。はい、以上で、これが300円分で、実際は293円かな。チョコレートだとバス内で溶けてしまうと。で、飴だと食べてる間にもう集合時間が終わってしまうので食べきれないだろうと。そうなってくると食べれるものが本当限られてきちゃうんだよね。うん、はい、じゃあ、 箱とかはゴミになると思うのでちょっと考えて持っててください。はい、これで本当にラストです。はい、以上になります。はい、じゃあね、もうね、旅行までね1週間切りました。あとは学校のものとか忘れないようにと、あと当日早く起きすぎないように。4時5時から起きるよ。5時だったらいいけど、4時とか3時に起きてこないよね。ワクワクして寝れないとか言って早起きてくるのはやめてください。ママはどう頑張っても5時半よりか前に起きません。嘘やろ、私5時に起きる。あ、4時に起きる。あんたらおかしいんやって。早朝企画もさ、あの時間帯じゃないとあんたらが起きとるでって、あの時間帯なんで。普通の人たち違うよ。休日だったら7時ぐらいに朝アタックだよ。7時なんてうちら目ガンガンやってテレビ見てるからね。楽しんできてください。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。はい、あれ違う、奥さんポイテッド置いたでしょ。はい、カノさんが赤ちゃんの時から使っているベビーシートなんですけど、ちょっと大きい子用のに変えます。あやはやが使ってたやつに変えます。よいしょ。どうぞ。輪ゴムを持ってっていい？輪ゴム2個。これとか、あのパック菓子やんか。ああ。もう言ってっていい？それか、それも箱を置いてって、大きいジップロックかなんかにお菓子シリーズでパッて言って、その箱もさ、結局持ってかれなかねって、中さ、舗装でしょ、それ。うん。3枚か4枚入りのやつが3つ入ってるでしょ。うん。開けて、なんか1つ袋に入れて持ってって。おかしいな、こんなの買ったっけ。